長い髪の毛のままどういうのかみたいな、絶対にいっぱい引っかかるものあるから、今夜と違ってね、肘全部飛んだ髪が引っかかったものを変えなかったの、人間が引っかかったのを、できるやつ返してみて、その外あれにも引っかかった大変よ、いろんな道具もついて、なのです、なのにいっぱいあったんですよ、先生、絶対くくっといてね、まあ、なんか帽子かぶるから髪の毛長いもの、ほんと死ぬ可能性がある、気をつけてね、よいしょ、こんな感じですね、どんな風に見えてるか、こうやってるから仕方ないよね、こんな風に見えてますから、よいしょ、こんなもんだから、関係ないですよ、全身パチッと辛い、これもだなかったね、やらしすぎるわ、これもお腹出てくるだけで、そっと捨てたくないです、これにこれ切るとやめてる、こんな感じだね、見ついたから見たら分かるやろ、なんかちょっと最近の恋しくてジリジリの量がなくて美味しくて美味しくて美味しくてしました、ちょっと女っぽくて、
ジェスがこんなくしゃみするときなんですよ。ちょっと離れてちゃって。外れてたからね。よいしょ。こっちの感じ。どういう感じかな。と思うんでしょう。よいしょ。今年。それやべえなって。今度隠してあげるって。隠してあげるもんやし。まあ自分がね、聞いてるのほういっぱいあったんだけど。あ、サンキューって言ってたの。これ目指してなくてもいいです。大変です。ただね、こういう。これパッパンダちゃん、今度パンダ見つかったら変態と思うんですからね。どういうことかって言ったら、今度、アホかよ。パンダとちゃうパッと。で、まあ、その、ちょっとぐらい見えてたら、それ問題ないんです。で、パッと入ってる。生乳したら、こっちはパンダ入ってる。パンダちゃん間違えた。パッとね。あれ？あ、パッドか。パッと。だからさ、結局さ、乳首を抜いてしまうタイプと、嫌なタイプの生地があるから、別に嫌なチコもないでしょ。よいしょ。で、そう、ぐっ、じゃな、ほな。こんな感じ。あ、やばい。走る。なんか彼氏にもしね、ものすごく安心してるとか、ふと思うから、なんかその時とかも言ったら、ああ、俺に安心してるんやなって思ってください。だから、不安な時もやってます。その時はね、モテる人なんでかとか、あ、本能的にわかんない。あ、この女今不安やねんな。よっしゃ、ゲット。ゲットしたら安心してる。で、太った男性はなんか魅力を感じなくなって別の女さ。まあ、それはね、哺乳類特有な、本能の、ですけど。その女は安心して、太り始めた。ああ、身ごもったかもしれん。じゃあ次の女は、おう、身ごもらせなのかなって、男性本能。なんか太ったら、モテへんな、そういうんや。いや、妊娠してるんちゃうかって。ほんなら邪魔したらあかんない。妊娠中にエッチしたらあかんない。もうひどいこと起きるから、本能的に分かって、あらせんとか、きっちり、そこ分かってて、ほら、あちこち。ちょっとしかも歌ってる可愛い感じにあ、俺フードホテルの好きやねってしてわかんない。ひょっとしたら身を持ってたら中の世が壊滅しちゃうから、ね、その警告でもね、ここちょっとおかしいみたいな。ごまんといてもいつも分かってるから、右のがちっちゃいでしょ。それはね、あの心臓がね、やっぱり大体の人はかなり左寄りになるから、かなりでもここはどこやろ、うちの場合どこやろね。真ん中にある人もボールみたいな、結構意外と皆さん習った以上に真ん中の方にかなり真ん中に心臓がボールみたいな、まあ、うちが左寄りになるかそういうふうに教えちゃったかもしれない。この人らの時を左寄りになるかしら、魔術師に当たりつけたかもしれない、ね、こんなパースで好きなのさ、なんでカバーを出せてもいいの。
太っててよかったね。もう持てないよって言われてるのもあるんですか。でしょ。でしょ。ちょっと手伝おうと思って、なんかね、心優しくて、リアルだなって、ね。っていう気持ちだね、女子はね。よいしょーって。なんかその、後で使うその、写真がね、いるでしょ。ちょっと、手ぶって、言ってるのが怖いよね。